何のんきに書いてるの？リム、今日は初めてのうんちのお世話をしてみましょう、ね、うんちのお世話ができたらお散歩行った時も犬の飼い主としてしっかりマナーを守れるようになるから、うん、それで、ね、お散歩用のね、うんちのやつ、ビニールが入ってるのね、うん、うん、じゃあコロンがさっきちょっとコロンが食べた、これ食べたかぶってきた、こりゃーん、くせ、それは臭いよ、くせ、くせ、頑張ってね、リミ、いや、ちょっと本当に結構くるね、くせ、匂いが、くせ、コロン、くせ、なんか部屋が大変な匂いに、ね、じゃあ、これを使います、これはピーコロン見えコロン見えないピーってしてここにね、切り取り線あるからブイッピーコロン、ちょっとコロンコロン、ちょっとどいてよそしたらね、開くんコロン、コロンコロン、くつろいだカニャーン助けて助けて、そこまで行く、そして開いてこの中にリミの手入れ、うん、でティッシュをね、外側に巻くと、うん、いい感じになる、外側巻きたい、うん、ほかほかにならないから、ほかほか、しーちゃんちょっとティッシュ切ってくれる、見るだけでやだ、やってください、まずトイレットペーパーカットしよう、いい、うん、頑張れ、そしたら、ひなくし、よし、うん、あ、できた、よし、だから結んで、結ぶの、うん、結ばないと匂いが漂ってくるから、頑張ったね、はい、頑張りました、お、できた、じゃあこれから毎日うんちの世話をしてみましょう、毎日？ほら、コロンも来てる、毎日だよって言う、毎日？そうだよ、毎日だよ毎日しないと僕が味わってみんなに匂いを漂わせてる、ちょっとやめて、臭いあー、ちょっと本題でしょ、ちょっとシロンが加えて、シロンが、シロンが加えて、やったやったやった、ちょっとなんか抜いた、ダメだよ、シロン、うんちが見える、これどうすればいいの、捨てるんだよ、は、保管するの、保管しない、意味の作れないよ、やったやった、グミペア、サンジーラオヤ。